聞く、海賀メルマが、2018年10月25日、お楽しみ様です。一般社団法人、海賀 GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大介です。本日も、お聞きくださっている皆さんが、最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、海賀より応援しています。本日の、海賀メッセージ。 意識を向けることの凄さ。2、広がり方。メルマガ読者の方より、ありがたい感想をいただきました。以前、セミナーを受けてから、メルマガを毎日読んでいます。不思議なんですけど、読んでるだけで涙が出てきます。感情を揺さぶられるんですね。なぜだかわからないんですけど、メールからも、なんというか、愛の波動みたいなものを受けてるのかな、と思ったりして、 かっこ笑い、ちょっと伝えたくなって、メールしただけです。いつもありがとうございます。以下、村松です。このように感じてくださること。逆にこちらも感動です。ありがとうございます。本日は、昨日の内容。意識を向けることの凄さ。1、ボース、アインシュタイン凝縮。メルマガ本文中のリンクをご参照ください。コーヒーレント状態になると、 レーザー光線のように強い意識になる。そのような内容でした。その続編、意識の広がり方をお話しします。あなたが発信している、嬉しい、ムカつく、幸せ、絶好調。これは、フォトンでしたね。フォトンとは、光子のことで、光のことです。光の速さ、これは、知っている人もいらっしゃると思いますが、1秒間に地球7周半。 30万キロメートルです。いいち。の間に、ぐるぐるぐる、地球を7周半。お月様まで1.3秒、太陽まで8分19秒。すると、あなたの、嬉しい。は1.3秒後には月に届いています。いやいやいや、これは嘘です。そこまでは届きません。どういうことかというと、あなたが、嬉しい。フォトンを、 キ100粒飛ばしたとすると、それは四方八方、360度方向へ発射されています。すると、30万キロメートルも先に行くと、ほぼ粒がない状態。遠くなれば、なるほど、威力は弱くなります。鳥の二乗に反比例。さて、ここでびっくりなお話。ゼロポイントフィールド側。深い祈り。深い感謝。時間がなくなったようなつながり感。 スピンが整っている状態。この時の状態。この時、意識は、高速ではなく、瞬時、です。例えば、ムカつく。とか、嬉しい。などの感情のフォトンが、仮に太陽まで届いたとすると、8分19秒ですが、深い祈り、深い感謝は、太陽まで瞬時、つまり、0秒、です。そして、ゼロポイントフィールドは、 全情報を共有するので、意識の広がりは、宇宙中。です。比較してまとめてみます。雲から下。意識の低い側は、1、特徴。粒子性と波動性の世界。2、影響力。遠くなれば弱くなる。3、速度。最高でも光の速さ。太陽まで8分19秒。ゼロポイントフィールド側。1、特徴。万物の根源。 時間も空間も含む。2、影響力。宇宙中。3、速度。瞬時。太陽まで0秒。です。この図をご覧くださいね。え、そんな太陽とか、宇宙の端までとか、0秒なわけないでしょと思いますよね。量子もつれ、というのをご存知でしょうか量子もつれ、二つの素粒子を、量子もつれ状態、関係を持たせてあげると、 その二つを宇宙の端と端に置いても瞬時に情報を伝え合うというわけわからないそれが生活の何に役に立つのという理論です。実はこれはどういう仕組みかというとゼロポイントフィールドには時間も場所もマゼコゼでヘルツで存在しているのでヘルツが同じパラレルワールドならそこに時間も場所もマゼコゼなのでどこへでも時間ゼロ秒 なんですね。それくらいに、ヘルツを高めていくこと、祈り状態、愛、感謝状態にしておくことは、大きな影響力をもたらします。あなたの意識は、高まれば高まるほど、ものすごい影響力を及ぼすんですよ。日々の生活の何に役に立つのというと、未来予想図ですが、あなたが祈った途端に、地球中の人たちの病が消えたり、戦争の根源のヘルツが消えたり、 起こりうるということです。え、じゃあ逆に地球中を瞬時に支配できたりするわけこれは支配するなどという低い振動数は瞬時ではなく遠くなればなるほど弱くなります。なので低い振動数は起こりにくくなります。日々、ありがとう。感謝します。愛しているよ。という意識的な人生を歩んでいきましょうね。すると、 どんどん地球が良くなりますよ。すべて周波数帯です。エネルギーが先。現象は後。ありがとう。の意識の人たちだらけになれば、現象もあっという間に感謝の現象のことばかりになります。これは綺麗事ではなく、あなたご自身のパートナー、ご両親、お子さんに対してありがとう。です。これをマジで実践できる人たちが、 どんどん増えてくれば、周波数帯から現象は生まれてくるから、地球は平和になります。とは言うものの、なかなか面と向かっては、ありがとうと、なりにくい。そうしたら、ご家族の方がいないところで、車の中で、電車待ちをしているときに、トイレの中で、掃除のときに、ありがとうというヘルツを奏でてみてくださいね。 いつも最後までお聴きくださり、ありがとうございます。ではお聴きくださっている皆さんにとって、素晴らしい一日となりますように。